皆さん、明けましておめでとうございます。めでたく2010年が明けました、グラインドハウス有島ひろしです。思えばですね、今日のこの2010年第1回目の放送で、なんとこのグラインドハウス TV がですね、めでたく1周年を迎えまして、今日はやはり一番最初の放送に撮ったところでね、やっぱり原点回帰、そこからもう一度2010年の第一歩を踏み出そうという流れなんですけど、まあ新年ね、昨年えらい不況で2010年はなんと二番底という、これまた新造語大賞を得られるような斬新な不況が待ち構えているわけで、まあそんなこともありつつ、新年の第一発目の放送、まあそこにもさ不況が出てるわけよ。見たよこれ、もう予算削減の煽りを食ってね、こんなにめでたいものまでこういうこじんまりとコンパクトスリムダウンした形で、すごいよ。みかん取れちゃうからほらね、これなんかサクッと戻るし、俵重そうでしょ、すんげえ軽いんだよこれまあここにあの日本の製造力の素晴らしさが世界に誇れるわけで、さてその新年第一発目の放送、すいません本当にげんなりするぐらい重たいやついきますんで、まず最初には、ご紹介するのはですね、ハイオンファイア、もう本当に知る人ぞ知るという存在で、以前ですね、もう本当にアメリカの US 欧米も含めた上でのインディーアンダーグラウンドシーンでもうカルト的な存在だった、スリープの、元中心人物マットバイクが結成したバンドで、もう音を聞いてもらって、その雰囲気ビジュアルを映像を見てもらえば分かると思うんですけど、もう号泣一直線、もう号砲っていう感じで、そんな彼らがですね、なんともう通算5枚目となる、Snakes for the Divine という作品をですね、長いこと、まあ、所属していたリラプスレコーズから離れて、今回、こっちレコーズから、2月にリリースすることになったので、とりあえず、予習復習得意のこのグラインドハウス TV で、前の作品 This is this communion から、Rumors of War をご覧ください。You and your dreams, there's no passing our deep veil.
マットパイクのなんて歯並びが悪いんだろうなっていうようなことを強烈に印象付けるビデオだったと思うんだけど、もう本当に見ての通り、そして聞いての通り、もう過去2度来日してるんで本当に、日本にもね、多くのファンの人がいると思うんだけど、今回の新しいアルバム Snakes for the Divine でより多くの人に俺はこのバンドを知ってほしいなと思うので、新着ビデオが到着次第またご紹介しますけど、今日はとりあえずハイオンファイヤーの予習復習という感じで